西部の娘はジャコモ・プッチーニが作曲1910年に完成、初演された前三幕からなるオペラである。1907年にメトロポリタン歌劇場の招きでニューヨークに赴いたプッチーニは現地でベラスコのいくつかの舞台を見、その中でもザ・ガール・オブ・ザ・ゴールデン・ウエストにオペラへの発展可能性を見いだした。もう一つの候補にマリー・アントワネットがあったようだが、 結局同年中にはこのザガールに集中することとなりカルロ・ザンガリーニに台本作成を依頼した。しかしザンガリーニは地質であり進捗が遅かったためジャーナリストで詩人のグエルフ・ォーチビニーニとの共同体制での台本作成となった。1908年から1909年にかけてプッチーニは有名なドーリア・マンフレーディ事件に暴殺される。 女中、ドーリア・マンフレーディがプチーニと不定関係にあると、邪水した妻、エルビーラが、ドーリアを、公衆の面前で少なくとも4ヶ月にわたり激しく、球団、耐えかねたドーリアは1909年1月23日に、服毒自殺を図り、数日後に死亡したのである。ドーリアの遺族は、エルビーラを、告発、一旦は、有罪とされるも、時短が成立して、後半停止となった。 この時期、プッチーニの作業は完全に停滞する。プッチーニが平穏を回復した1909年暮れからは、作業もようやく進捗を見せ、1910年11月16日、再びニューヨークに到着、約1ヶ月の準備、リハーサル期間の後、初演に至った。木管楽器は4巻で、プッチーニの作品中最大であり、ワーグナーのパルシファルと、ほぼ同一編成である。 舞台裏約2時間10分。全山幕寺と場所1849年から1850年にかけての冬、ゴールドラッシュではカリフォルニアやマスソにあるミニーの酒場、ポルカは甲府たちの数少ない憩いの場だった。男たちは、流しのジェイク・ウォーレスが歌う故郷の歌に涙したり、盗賊ラメレスがまたこの近くにやってきたという、噂話に花を咲かせている。保安官、ジャック・ランスが、 ミニーは、もうすぐ俺のものなどと相互したことから危うく喧嘩になるところだったが、ミニーが現れて、いつも道理聖書を読み聞かせてやるので、男たちは静まる。ランスは、不器用に自分の思いをミニーに打ち明けるが、無邪気な彼女は取り合わない。そこへ、ディック・ジョンソンと名乗るよそ者が現れる。昔教会で見かけた男だと気づいたミニーはジョンソンに、惹かれ、ランスは、嫉妬を覚える。 ギャングの一味、ホセカストロが囚われ惹かれてくるが、彼は、親分のラメレスが姿を変えて、そこにいることに気づき、男たちの注意を、酒場の外にそらす。こうしてミニーとジョンソンは二人きりとなる。ミニーはジョンソンに、今晩自分の小屋に来ないかと誘い、ジョンソンは、ギャング仲間の口笛の合図を無視して、ミニーのところへ行こうと約束する。別れ際にジョンソンはミニーに、君は、 天使の顔をしていると言い残し、純真なミニーは一人うろたえる。初めて男性を家に招くミニーが、ウォークルと一緒にウキウキと支度しているところへ、ジョンソンが現れ、一時を過ごす。やがてジョンソンは帰ろうとするが吹雪が激しくなったのを、後日に、ミニーは彼を引き止め、二人は愛情を確かめ合う。保安官ランスやアシュビーに引きられた一団がやってくる。 ミニーはジョンソンを隠して応対するが、ランスはジョンソンと名乗っていた男はやはり残忍な強盗ラメレスだった。奴の足跡を追ってここまで来たと告げる。男たちを一旦返した後、ミニーはラメレスに向かい、あんたの蘇生も私を騙していたことももはや分かった。出て行けと激しく罵る。ラメレスは父はギャングだったが、自分は 父が死ぬまでそうと知らなかった。残された唯一の遺産、子分に一味を用いて、母と弟たちを食べさせなくてはいけなかった。教会で初めて君を見たとき、真人間の生活を君と始めたい。屈辱的な過去は君には知られたくない。と神に祈った。しかし全ては無駄だったと言い,い、小屋から去る。待ち伏せしていた一段にラメレスは打たれ瀕死の重傷を負う。ミニーは、 激しい葛藤の末、再び彼を小屋の屋根裏にかくまう。ランスが追いかけて入ってくる。天井から下たる地でランスは、ダムレスの居場所を知る。ミニーはポーカーで決着をつけよう、と提案する。ランスが勝てば、ダムレスは捕獲。ミニーも、ランスのもの。一方ミニーが勝てば、ダムレスは見逃す。ミニーは結局、イカ様をして勝つ。 ランスはその手札に気づいたが、約束通り小屋を一人立ち去り、ミニーは狂気する。数日後、大規模な山狩りの結果ラメレスは捕らえられ、ランスや甲府たちに臨地の末公主にされようとしている。ラメレスは、ミニーには、自分は放免されてはるか遠い土地で、介護の日々を送っていると伝えてほしいと遺言,言する。そこへ馬に乗ったミニーが到着。 ランスは早く攻守にしてしまおうとするが、ミニーは自分がこれまで甲府たちに尽くしてきてやったこと、聖書を教えてやったことを思い返させ、ラメレスを自分のものにさせてほしい、でなければ一緒に死ぬ、と哀願する。彼女の情に打たれた甲府たちは、ラメレスを赦面することに同意、二人は馬に乗ってカリフォルニアを後にする。1910年12月10日、 ニューヨークのメトロポリタン歌劇場での初演は、エンリコ・カルーソー、エミー・デスティン、パスクワーレ、アマート、トスカニーニという、当時世界的にも最高の陣容で行われた。メトの巧みな宣伝工作もあって、公演人気は沸騰しており、もともと他公演の倍価格に設定されたチケットが、セカンドマーケットではさらに30倍のプレミアをもって取引された。初日の観客は、 J.P. モルガン、グッケンハイム家、バンダービルト家などニューヨーク社交界勢揃いの館があった。当地の新聞は世界最高峰と考えられていたオペラ作曲家がその新作をニューヨークで初演するということ自体アメリカの文化がヨーロッパのそれに非権資料がしつつあるのだという論調で初演を好意的かつセンセーショナルに報道した。プッチーニにとっては 初演が成功で終わった数少ないオペラの一つである。しかし、初演の興奮は急速に冷めていった。ヨーロッパ各地での現地初演は数年かけて行われていったが、そこでの評価はすでに若干の留保を持ったものとなっている。現在に至っても、このオペラは、ラボ・エーム、トスカ、長長夫人といった彼の代表作、あるいはそこまででなくとも、マノン・レスコーや、 トゥーランドットといった各オペラハウスでしばしばレパートリー上演される作品に比べて一般的には高い評価を受けていないのが現状である。理由としては簡単に口ずさむことのできるアリアの不在、全曲で多用されている大胆な不協和音、また皮肉なことに後世の我々は西部劇映画を数多く鑑賞してきたこともあり、このプロット自体がオペラの舞台で、 生ぬるいウエスタンをやっているという感覚で見られてしまう面も否定できない。一方で全音音階を多用して無調音楽に一歩踏み出しているという点をプッチーニの先進性を示すものとして注目する場合もある。この作品は後年評論家からプッチーニは現地を踏んだから失敗したのだと揶揄された。プッチーニ自身は日本も中国も訪れていない。 想像だけで作り上げた幻想的なこれらの作品に、比して、西部の娘は、設定がリアルである、と言われる。日本初演は1963年11月2日、東京文化会館で、NHK 昌平、第四次イタリア歌劇団による。ジョンソンには、当初マリオデルモナコが予定されていたが、重病で、来日不能となり、ガストーネ・ディ・マリリとアントニオ・アンナ・ローロの、 ダブルキャストとなった。他には、アントニエッタ・ステ・ラ・ノミニー、アンセルモ・コルツァーニのランス、オリビエ・ロ・デ・ファビリティス式、NHK 交響楽団という人形であった。ありがとうございます。